こんにちは、ライムです。今回はプラウドクエスト946から950まで攻略していきたいなと思います。はい、まあここもね、ちょっとまあ何箇所か難しいところがあったりするんで、まあクリアできない方はね、無理に やらずに、なんかメダルが揃った段階でやるっていうやり方でもいいと思うので、うん、でジュエルだけ欲しかったら普通にスキップチケットを使ってしまえばいいだけの話なのでね。はい、ということで946からやっていきたいと思います。で今回てか最近のプラウドずっとそうなんだけど、基本デッキのメダル3枚以下っていう条件だね。あとワンターンフィニッシュで、ボスだけ3ターンフィニッシュかな。うん、ボスだけ3ターンキルで倒すように作られています。はい、で今回まず一発目946は1連続アタックのアビリティのみ使用可能なんで、単発攻撃だね。単発攻撃のメダルさえ入れてもらえれば勝てます。まあこの辺は単発攻撃なんで、あのいっぱいあるよね、最近のメダルで言ってもね。あの最近直近で言うと配布メダルとか収穫金メダル、あの辺全部単発攻撃だし、まあ持ってる方だったら、まあ波ねでバフでバフして、まああと単発攻撃のメダル、まあ敵他のの入れてくれれば勝てるっていうね。ここはかなりぬるいと思うので、一応1枚目が波ね、2枚目が収穫金のイヤー&バーリー。わ、これ空中ついてね。で、3つ目がナンバー24だね。はい、これでいきたいと思います。で、スピードは、2でいっか。なんか最近のこのプラウドモードだとあんまり波音使えるとこないからね。まああえて波音とか使えないようにはしてるんだろうけど、単発攻撃とか。そうそうそう、波音使ったらね、バフデバフがもうそれで済んじゃうから、ナミネが使えるだけで結構ぬるゲーになっちゃう感じあるからね。やっぱりプラウドの何がきついってやっぱバフデバフ問題なんだよね。どのメダルでどうやってもバフとデバフを持っていくかっていうところが重要なところあるから。スイング格闘この辺の新しいハートレスってまだエネコロ出てないよね。そういえばエネコロで見かけたような気がしない。そのうちまあ出るんでしょうけど、終わりか、こいつかボス。ぬるいな、さすがのぬるす。まあでもこんなもんだよね、最初のクラウドの最初のやつの方はね。とまあこんな感じですな。まあここは苦戦する方はあんまいないでしょう。で、ここまでやってる方だったらね、ここまでプラウド進んでる方だったら簡単にクリアできると思います。ジミニークリケット。なんかドロップメダルの情報修正とか欲しいな、今ふと思ったけど。はい、947でいきます。スイングカクタス。消費アビリティゲージ4以上のアビリティのみ使用可能。そう、ここなんだよね、やっぱね。その、カイリーの解説でも言ったけど、今までのカイリーと違うの、この消費ゲージが重いところ、なこういうところでカイリーが使えるっていうところがね、これがでかいよね。はい。で、使うメダルがカイリーと、賢者アンセムに、ロクサス。ロクサスはほんと、プラウドモードでは強いんだよ。何かと、僕の解説動画で比較対象に上がるけど。プラウドでは使えるとね、その度に言ってるけど、ほんと使えるんだよ、プラウドでは。ほとんどでもこれ、カイリーが片付けてしまうような気がする。強い。カイリーゲー。帰りゲーすぎる。あれ、ザコでもスイングファクターってんのか。ロクサスは
賢者アンセムでコピーした方が威力は高くなる。余裕。まあね、プラウドのここまでは余裕なんですよ。いつも2つ目ぐらいまでは。なんか上に緑っぽい、緑のやついたな今。サワーピル、こいつサワーピルっていうのか。はい、948。フラップバグ。リバースメダルのみアビリティ使用可能。ここがね、ここがちょっと難しかったんですよ。ここ難易度高いなと思った。多分ね、ここはね、マスターズエアノート持ってるかどうかで難易度変わってくると思う。僕持ってないんで、結構ギリギリ。この編成でかなりギリギリという感じ。で、ボスのね、フラップバグがまあ強くて。で、この編成だと、まあ、ギリギリ勝てるんだけど、雑魚敵の、ホワイトスタチューかな？ホワイトスタチューで、コンビアタックが出ないと死ぬ。勝てないっていう。結構運ゲーなんで、結構ギリギリなんですよね。一応サブスローマックスなんですけど、それでもギリギリなんで。で、全部理想覚醒ですね。こいつらは別にコンビアタックなしでも勝てるんですけど、やっぱね、バフデバフ？マスターズやノートだったら自分で自己完結しちゃってるんでいいんですけど、この編成だと、このソーサラーとロックトロールでバフデバフはね、お互いを補い合ってる感じ。ロックトロールで攻撃バフと防御デバフして、で、ソーサラーで闇バフとか闇デバフしていくみたいな感じなんで、あんまね、ロックトロールで火力出てないんですよ。ね、さらに、属性違いのルクソードも入れてるんで、こいつね、ここでね、ソーサラーのとこでコンビアタックが出てくんないと倒せないっていうね、ここ運ゲーなんだよね、かなり。しかもこのホワイトスタチュー道中2回出るんで、2回コンビアタックが出ないと、危ねえ危ねえ、今出ないかと思った。そうそう、こんな感じなんですよ。怖っ、ヒヤヒヤするね。まあでもそんな道中別に超長いわけでもないからあれなんだけど、ここは本当運ゲー、やり直すことになるんで普通に。でもう一匹ここに出ます。スーパーバーストはねボスに使いたいかな。ここで一発撃ってボスで勝てるか分かんないんだよね。あー、来いよ来いよ、コンビアタック来いよ。あ、こう、来ない。お、ふざけんなよ、ふざけんの方はこういうことになっちゃう。一発試しに撃ってみるか、スーパーバースト。これボスじゃ足んなくなると思うんだよな、ここで撃っちゃうと。多分ね、こいつもギリギリなんだよね。こいつカウントが厄介なんで、そのためにあえてルクソード入れてる感じなんですよ。ルクソードでスーパーバーストにカウントプラス3がくっついてて、これでカウントプラス5にしてあげないと倒しきれない。スーパーバースト打つ。あー、いけるかなあ。ここでコンビ、あ、いけた、ナイスコンビアタックだねナイスコンビアタックはい、まあ、そんな感じですよ。結構ここギリギリな感じあるんで、まあ人によってはね、ここ、結構運ゲー何回もか繰り返すことになると思うんで、まあ根気よくですね。はい。マスターズエアノート持ってたら楽だね、多分ね、ここね、こう。確実に。はい。で、次が949。ここも3枚以下で、6連続アタック以上のアビリティのみ使用可能。ここね、ほぼ、もうこのダークリクだけで終わる。ダークリクとこの2枚目のラクシーヌだけで終わります。3枚目使うことないんで、まあ、ダークリクとラクシーヌいれば、まあ、もしくはバニタスとかね、持ってる方は。まあ、あるいは、この間出たゼムナスか。ゼムナス B とか使ってもらえば全然余裕だと思います。ほぼダークリクでことが済む。
ダークリックはね強いね。プラウドでもやっぱバフでバフ完結してるとこマジ強いな。こういうプラウド目的、プラウドやるようで、まあね、各属性のバフデバフ完結系のメダルを持ってた方がやっぱいいなと思った。普通に攻略する上では。そうだね、うん。そういう意味では今はまだガチャやってますけど、イラストゼクシオンとかあれはバフデバフ皆無なので、プラウドじゃ相当使いにくいと思う。貴重な青のリバースメダルではあるんだけど、すげえ使いにくいと思う。あれは数が限られる中でバフデバフが 何一つないメダルっていうのはかなり使いにくいと思う。まあほんと場所選ぶね、ゼクシオンね。ルクス稼ぎに使う方もいるし、まあ PVP 向けっていう感じだけど、うん、癖強いね、ゼクシオンはね。はい、ということでラスト950です。こちらが全部で3ターン以内、デッキメダル3枚以下、消費ゲージ6以上のアビリティのみしようかな。なんで、まあ、この前の先月のプラウドクエストに似たような形です。はい。で、まあ、多分ね、こいつはもうあからさまにそのまあこのクエストの縛り条件だったり、まあ、敵がパワー属性ってとこもあって、もう乖離を意識してる。もう乖離使えと言わんばかりのクエストになってて、もう乖離がもう消費ゲージ6だからね。はい。で、2ターン持続の、まあ、現状の最強の攻撃バフになってるってとこもあって、まあ乖離ゲーですよ。はい。で、リーパー2枚目がリーパー理想覚醒で、3枚目も乖離理想覚醒、こんな感じです。いきます。乖離オブ乖離ゲーだよ。ここは一応違う編成もまあやってみはしたんだけど、微妙だね。ソーサラー使ってみたりとかしたんだけど、削りきれなかった。さすがにこの帰りに、この帰りでもまあまあギリギリみたいなとこあるからね。もう完全に帰りを意識したクエストになってる、作り自体が。あとはオートだね。もうつよい。ただカイリーのスーパーバーストがね、アビでは2ターンなんだけど、スーパーバーストは1ターン持続ってところが、おお、そう、結構ギリギリでしょ。3ターン目の最後の本体部分で討伐という感じなんで、結構これでもギリギリっていう感じなんで、まあカイリーゲーだと思います、ここは。なんで編成難易度としては結構高いと思うんで、まあ多分来月のメダルで、まあどうせまた環境変わると思うので、それらのメダル使ってくれればいけちゃうと思うんだよね。多分消費ゲージ6以上のメダルが出るかは分かんないけどね。そっか、一応消費ゲージ縛りがあるから、まあなんともってところはあるんですけど、とりあえず焦る必要は全くないので、あのメダルが揃った段階で挑んでみましょうといったところで、今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方は、ぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。